今じゃ考えられない怪役となった殿様血塗られた事件簿ワースト5。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は怪役となった殿様血塗られた事件簿ワースト5について紹介していこうと思います。江戸時代は260年以上の長きにわたりますが、改易の浮き目にあった藩は248を数えるといいます。最も多い改易理由は無子断絶、つまり後継ぎがいないことで取り潰しとなったわけですが、中にはとんでもない理由で改易となった藩主もいました。今回は血塗られた事件とともに当事者として改易された殿様たちについてその末路をご紹介していきましょう。第5位、忠臣蔵のきっかけとなった松の廊下事件、乱心の真相とは。赤穂藩主浅野長典。なぜか年末の定番といえば忠臣蔵ですよね。無念の自害を遂げた主君の仇を討つため、大内蔵之助以下四十七士が吉良邸へ討ち入りするという物語です。一般的に最後まで忠義の心を持った四十七士は立派だったと称賛する声が多いのですが、よく考えてみると先に切りかかったのは赤穂藩主浅野長典でした。切られた吉良上野介はあくまで被害者であり、多少の落ち度はあったにせよ責められる立場ではありません。そこで様々な説を解き明かしつつ事件の真相を探ってみたいと思います。まず浅野家からの付け届けが少なかったから吉良が意地悪をしたという説ですが、確かに浅野家では倹約のためその額はいささか少なかったようです。とはいえ儀式の段取りをわざと教えなかったとしても、勅使供応役である長典が失敗すれば指南役の吉良が責任を追及されるでしょう。ましてや長典は過去に供応役を務めた実績があるのです。ある程度の段取りは分かっているはずなので供応役を務めるには問題ありません。さて次の説はズバリ塩です。吉良が漁した三河の西尾は塩の生産地でした。相葉塩といって品質が高く古くからのブランドだったようです。一方長典が漁する赤穂も塩の名産地でした。こちらの方が遅く始まったことから製箔法を生み出し安馬塩をしのぐ品質を誇ったといいます。そこで吉良は製法を教えてほしいと懇願しますが、長典はこれを門外不出として拒否。これが原因で不仲になったとされているのです。とはいえ赤穂藩が大規模な塩田開発を奨励し積極的に塩の販売を行っていたのに対し、吉良の所領では塩田の規模も小さく、とても専売する量などありません。細々と生産している以上、あえて製造法など教えてもらう必要などないのです。では一体なぜ長典は乱心し人情に及んだのか。当時長典は偏頭痛に悩まされることが多く、勅使供応役という重要な役目を負ったことで精神的にストレスを抱えていたようです。少しのことで怒鳴り声を上げることもあったらしく、事件の数日前には爺が薬湯を飲ませた記録もあるほど。確かに二度目の供応役で慣れている部分もあったのでしょうが、指南役の吉良は他に仕事があったため実際に会ったのは2月末のこと。供応の儀式は3月14日ですから、わずか半月の間に全てを整える必要がありました。二人は親子ほども年が離れていますから、吉良が多少声を荒げることがあったかもしれません。しかし長典は真摯にこれを受け止めず、ますます精神的に不安定になっていきます。そして儀式の直前、その緊張は最高潮に達しました。そして吉良がわざと失敗させようとしていると疑心暗鬼になり、脇差しで切りかかってしまいます。ちなみに脇差しは突くための小刀ですから、振り下ろしただけでは致命傷にはなりません。長典には殺意などなく、おそらく突発的な行動に出てしまったのでしょう。しかし江戸城での人情沙汰は決して許されない行為です。
即日長典には切腹が言い渡され、赤穂藩は改易となりました。こう考えてみると、一方的に長典から逆恨みされ、挙句に四十七士から寄ってたかって斬殺されてしまった吉良こそ一番の被害者だと思うのですが、第4位、将軍法会の場で血塗られた殺人事件を起こす島鳥羽藩主内藤忠勝。松の廊下事件から遡ること21年前、延宝8年1680年に起こったのが増上寺人情事件です。鳥羽藩主内藤忠勝には10歳年上の兄忠次がいましたが、なぜか体が弱いわけでもないのに家督継承を誇示していました。あるいは廃嫡されたという説もあるほど、もうすでにこの辺りからきな臭い感じがしますが、ともあれ次男忠勝が藩主の座に収まりました。さて、忠勝が25歳の折、前将軍徳川家綱の大法会が芝増上寺で営まれます。法会の当日、忠勝は僧侶の世話役を仰せつけられ、一方宮津藩主永井直長は大名たちの世話役を任されていました。二人は江戸屋敷が隣同士だったのですが、日頃から折り合いが悪くて犬猿の仲だったそうです。そして大老酒井忠清からは勝手口門の警備だけでいいことを申し渡されていました。すると間もなく大老から直長のもとへ報書が届きます。そこには泉の神忠勝に食事の準備をしておくよう申し伝えよと書かれてありました。直長の方が定席ですから、当然といえば当然です。しかし直長は報書を忠勝に見せることなく握りつぶし、食事の用意ができなかった忠勝は面目を失いました。これを恨みに思った忠勝は、法会が終わって居眠りしている直長を見つけるや切りかかった上でとどめを刺します。直長はその場で即死し、忠勝はその場で取り押さえられました。翌日、昇龍寺において忠勝は切腹、所領の鳥羽は没収され、内藤家は三代にして断絶したのです。とはいえ、いくら恨んでいたからといって前将軍の法会で人情事件に及ぶのはいただけません。自分一人の責任ならまだしも、一族や家臣たちが路頭に迷うことに考えが及ばなかったのでしょうか。これとほぼ同じ事件が30年後に起こっています。前田利政が織田秀親を殺害したというもので、これも将軍徳川綱吉の法要があった寛永寺での出来事でした。ちなみに忠勝は先にご紹介した浅野長典の叔父にあたります。もしかするとストレスをためやすくて切れやすい遺伝子が一族に流れていた、あるいは前田利政もそうだった、そう考えても不思議ではありませんよね。第3位、江戸城内で大老を殺害、その隠された動機とは。美濃青の藩主稲葉正康。明暦2年1656年に稲葉家を継いだ正康ですが、まず家督継承の理由からして醜聞極まりないものでした。正康の父正義はかねてから家臣と男色の関係にあり、別れ話のもつれから刺殺されたといいます。こうして正康が医療の五千石を引き継ぐ形になりました。それでも役目をしっかり務めたことで家造を受け、天那2年1682年には美濃青の藩主として1万2000石を領し、若年寄りに抜擢されています。さて、大名に列した翌年のこと、正康は清少川野瑞賢を伴って淀川の視察へ赴き、ここで治水策をまとめました。淀川は度重なる洪水を繰り返しており、治水対策を打つ必要があったからです。正康は治水の総費用として4万両を予算として計上しますが、これを不審に感じたのが大老堀田正敏でした。改めて瑞賢に問いただすと、なんと2万両で治水は可能というではありませんか。正敏は即刻正康を治水担当者から外しました。ちなみに正康と正敏とは血のつながったいとこです。
無能をさらけ出すより解任した方が一族の恥をさらさなくて済む、そう考えたのかもしれません。ところが正敏の措置を逆恨みしたのが正康です。状況元年1684年のこと、江戸屋敷に辞を招いた正康は一本の脇差しを取り出してみせました。これは事前に特注させてあったものです。そしてこの刀で切ればどうなると問いただしました。 G が仮に治療を受けてもとても助かりますまいと答えると、正康はその脇差しを帯刀しながら江戸城へ向かったそうです。そして江戸城内へ入ると、下級の用向きありと正敏を廊下へ呼び出し、左の脇から肩先まで一気に差し貫きました。正敏が倒れる中、すぐ近くに参集していた大久保忠友、阿部正武、戸田忠明ら3人の老中が駆けつけてきます。取り囲まれた正康は抵抗しながらも、めった斬りにされながら絶命したそうです。刺された正敏は懸命な治療を受けますが、やはり正康の爺の言葉通り助かることはありませんでした。こうして現職の大老が殺害されるという事件は、正康が死んだことで真相が解明されないまま幕を閉じます。もちろん稲葉家は改易となり断絶、青野藩も廃藩の上天領となりました。しかし役目を外されただけで大老を殺害するのは尋常ではありません。当時からこのような噂が絶えなかったようです。それは権勢を増す正敏を危惧した将軍徳川綱吉が抹殺を図ったというもの。もし正敏が殺害されれば最も得をするのは綱吉です。実際に正敏死後は老中たちが集う御用部屋を移転させ、柳沢義康を徴用して蕎麦用人政治を始めました。つまり綱吉の意を受けた誰かが正康をそそのかし、正敏の暗殺を目論んだということになりますね。事の真相は闇の中ですが、あながち間違った見方でもないでしょう。ちなみに江戸時代を通じて暗殺された大老がもう一人います。激動の幕末において桜田門外で暗殺された井伊直弼ですね。そう考えると大老は命を狙われやすい職だったのかもしれません。第2位、江戸時代を通じて唯一斬首された大名、肥前島原藩主松倉勝家。寛永7年1630年、父の後を継いで2代島原藩主となったのが松倉勝家です。先代重政の頃から領民に対する加勢圧政は凄まじく、キリシタンが多かった領内において摘発、拷問、処刑など一切厭わない暴虐ぶりだったといいます。勝利の場合、それに輪をかけた暴君ぶりで、一説によると収穫の9割を領民から取り立てたとか。また子供が生まれれば人頭税、家には戸口税、さらにはいろり税などなど、あらゆるものに課税していたとか。ほどなくして領民の生活は破綻して、餓死者があふれ多くのものが逃げ出したという記録が残っています。こうして暴政に耐えかねた人々は幕府に対する訴えではなく武力による放棄を選びました。戦国の気風が色濃く残る当時、領民たちに残された選択肢はそれしかなかったからです。寛永14年1637年、島原の乱が勃発。時を同じくして天草でも反乱の火の手が上がりました。数万に及ぶ一揆は代官所や富岡城を襲い、さらに島原半島の突端にあたる原城に立てこもります。もはや独力では鎮圧できないと判断した勝家は幕府に救援を求めました。ところが自らの失政を棚上げし、あくまでキリシタンによる暴動だと訴えたのです。4ヶ月にわたる攻防戦の結果、籠城した生き方はほぼ全滅。討伐に加わった諸藩の軍勢も少なくない損害を受けました。ただ幕府はこの乱の原因が決してキリシタンによる暴動とは見ていません。
あくまで勝家の圧政によって引き起こされたものであり、政治の在り方そのものを問われることを痛感したのです。勝家は責任を問われて斬首されましたが、これには見せしめ効果を期待する思惑がありました。政治をおろそかにし、領民を大事にしない藩主はこうなるぞという幕府の意思表示だったのでしょう。これ以降、一揆の勃発は武力を伴うものではなくなり、訴えを建前としたものへ変化していきました。そして松倉勝家は江戸時代を通じて唯一斬首された大名として汚名を歴史に刻んだのです。第1位、怒りに任せて他藩の家臣領民を次々に殺害、丹波福知山藩主稲葉宣道。第3位、そして第2位と稲葉姓の大名が続きますが、先ほどご紹介した正康とこの宣道には血縁関係はありません。さて、田丸藩2代藩主となった宣道ですが、摂津中島藩、ついで寛永元年1624年には丹波の福知山藩主となりました。また家康の血を受け継ぐ松平忠明が幕府ですから、小藩の藩主とはいえ将来はなかなか期待されていたのでしょう。しかし宣道は恐るべき強人でした。その発端は些細なことに過ぎません。ある時、家臣と雪見酒を楽しんでいた宣道は、かつて食べた寒ぶりの味が忘れられず、また食べてみたいものだとこぼします。しかし福知山は山深い地、とても寒ぶりなど調達できそうにありません。そこで家臣の勧めもあり、隣国の丹後宮津藩主京極隆弘に懇願するのです。宮津は魚介類が豊富なところで、もちろんブリもたくさん取れたようです。隆弘は一旦了承するものの、ここで少し考えました。稲葉殿の幕府は大阪城代を務めるほどのお方、もし稲葉殿が幕閣への賄賂に我が領内のブリを進呈すれば、これはまずいことになる。当時は些細な失敗で取り潰される時代です。賄賂に加担したとなれば、どんな処分が下るか分かりません。そこで高弘は思案の挙句、首を取った寒ブリを100匹ほど送るのです。これなら沈没にはできないでしょう。さて、寒ブリの到着を待ちわびた宣道は、早速届いた荷をほどかせました。すると中身を見た宣道の表情がたちまち怒りに変わり、顔面は紅潮していきます。己丹後の神め、わしを愚弄いたすか。魚の首を切って届けるのは打ち首に通じますから、当時の武家社会にとって言語道断な行為でした。おそらく京極家に悪気はなかったと思われますが、宣道はこれを宮津藩の挑戦だと受け取ります。戦国の気風が依然として残る当時のこと、馬鹿にされれば報復するのは当然だと考えたのでしょう。早速宣道は領内を通行する宮津の者を殺害することを命じました。ただ丹後は京都の北にあるため、商売や用事で都へ向かうには必ず福知山を通ることになります。知らずに通行した宮津の領民は捕らえられ、次々に首をはねられていきました。また切った首をわざと宮津領内へ投げ込むなど、挑発行為を繰り返したといいます。宣道自ら火縄銃を引っ提げては罪のない人々を殺したといいますから、もはや怒りを通り越して強靭の域に達していたのでしょう。ところが、たまたま他藩の飛脚が福知山を通行していた時、宣道は誤ってそのものを射殺してしまいました。とうとう京極家からの訴えに加え、他藩の飛脚暗殺が幕府の知るところとなります。宣道の乱心を謀反の意思ありと判断した幕府は、周辺諸藩に出兵を命じて福知山藩を包囲させました。その事実を知った宣道は観念し、先祖伝来の甲冑に身を包むと手にした火縄銃を乱射、最後に残った一発で自らの腹部を撃ち抜いて自害したそうです。この乱行で稲葉家は改易となり、嫡男は他家に預けられるものの4歳で没し、ここに廃絶に至りました。最後まで動画をご覧いただき
ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。